岐阜市においてのコミュニティバスであり、総称して岐阜湖バスという。当初は2006年10月に4地区で試行運行を開始し、2020年6月現在、岐阜市内19地区でコミュニティバスを運行している。ここでは以上のコミュニティバスを挙げる。2020年6月現在、ぐるっとバス以外は本格運行に移行されている。かつては、 岐阜バスに委託していたバス便も存在したが、2017年3月現在は、日本タクシーが、すべてのバス便の運行事業者となっている。そのために、突起のないものは運用当初からの、日本タクシーの運行便とする。経緯は、各項目を参照。加納巡りバス、加納巡りバス、加納巡りバスとは、JR 岐阜駅の南部の可能地区を周回する。 2006年10月から試験運行が実施され、2008年4月より本運行が開始された。また、JR 岐阜駅南口では、岐阜市コミュニティバスの E バスとの乗り継ぎが可能。東回り西回り7時15分始発で19時48分終了。西岐阜くるくるバスとは岐阜市西部の路線である。2006年10月1日から、 試験運行され、2009年4月より、本格運行開始。平日の朝、夕には、JR 西岐阜駅南口と、県民ふれあい会館前館に県庁のみ停車する、シャトル便が2便ずつ運行されている。日光里バスとは、岐阜市西北部の日光町を中心に循環する、路線である。名称も日光町に由来する。2006年10月1日から、 試験運行が実施され、2010年4月より本格運行開始。使用車両は2009年までは、日のレインボーを、2009年から2013年5月まで、日のポンチョ、2013年6月からは、三菱エアロミディに変更された。また、現在は、日のポンチョが使用されている。8時30分始発で16時18分までの、運行現在の運賃は、 公述項目とする。試験運行当時は中学生以上100円、小学生50円だったが、収支改善を図るため本格運行になってから値上げした。三輪っ子バスとは岐阜市北東部で運行され、路線の一部が山形市に乗り入れている。2006年10月1日から試験運行が実施されて、2010年4月より本格運行開始。 車両は、日野ポンチョであったが、2013年5月より、三菱エアロミディに変更された。また、現在は2ドアタイプの日野ポンチョが使用されている。かつては、三輪地区と三田道、阿波野地区をまたがって乗車するか、三田道新物温泉で下車または乗車する場合は、中学生、以上200円、小学生100円となっていたが、現在は、他地区同様に一律で、 中学生、以上100円、小学生50円である。北東部小見線で、あいバスに乗り換えることができる。ホット、バスとは、黒野病院を起点とし、岐阜市北西部の黒野地区、西郷地区を循環する。使用車両はかつては、三菱ロー座が使用されていたが、今は二ドアタイプの日のポンチョが使用されている。2008年6月1日から、試験運行が実施され、 2010年4月より本格運行開始。黒野病院を出て、岐阜大学病院方面に向かう便が左回り、その逆が右回りとなっている。黒野病院発の第1便と第2便は黒野子ども園西まで向かった後は折り返さず、そのまま黒野病院に戻って運行を終える。第3便以降は黒野子ども園西で右回りに変わり、ほとんど同じ道を通って、 黒の病院まで戻る。II バスとは、岐阜市北東部の相川地区、芥見地区を循環する。相川地区と芥見地区は、長良川に架か,かる相川橋を挟んだ両岸にあたる。2008年6月1日から、試験運行が実施され、2010年4月より、本格運行開始。1便は、長山を終着とする。2.37便は、 北東部小見線方面を経由する。1.23便は、悪民町山を経由する。4.56便は、大船東、鹿野郵便局を経由する。ただし、7便は、相川橋、大野張急前止まりである。1.2便は、町山方面を経由する。1.24便は、北東部小見線方面を経由する。ただし、6便は、 相川橋、大野張リ前止まりである。緑っ子バスとは、岐阜市北東部の芥田県地区を循環する。東部コ見線便と通常便があり、ルートが異なる。緑っ子バス専用の割安回数券を35枚、綴り3000円で発売している。2008年6月1日から、試験運行が実施され、2010年4月より、本格運行開始。 南回りルート北回りルートなお、夕方の便は、東部小見線方面には向かわずバロー南から馬狼、悪田みてんへ、ショートカットされる。E バス E バスは、中心市街東部地区を巡回する。2013年3月31日までは、岐阜バスが運行していたが、以後は、日本タクシーの運行に変更された。なお、車両は、日の、ポンチョが当てられていた。 運行事業者が日本タクシーに変わった当時は日のリエッセが使用されていたが2013年6月より日のポンチョに変更された2008年6月1日から試験運行が実施され2010年4月より本格運行開始373バスとは2009年6月1日から試験運行が行われ2011年4月1日から 本格運行開始。2011年4月1日から、委託運行会社が、日本タクシーから、岐阜バスへ変更となったが、2014年4月からは、再び、日本タクシーへと変わった岐阜市東部の長森南地区を、循環する。373バスを、南バスと呼称するのは、長森南に由来する。左回りと右回りがあり、ルートは一周が、 約 14.6km。平日と土曜の1日8便が運行され、非祝日は運休。境川楽ちゃんバスとは、2009年6月1日から試験運行が実施され、2011年4月1日から本格運行開始。岐阜市南西部の境川地区で運行される。前身は、旧柳津町の柳津町公共施設巡回バスである。 赤ルートと青ルートがある。各ルートとも1日に4便で休日も運行する。2012年4月1日より1日5便へ増便されるが、祝日が運休となる。2016年8月からは青ルート、笠松町内に乗り入れ開始。カラフルタウン北口バス停はカラフルタウン北側の道路上にカラフルタウンバス停は カラフルタウン敷地内の中央玄関付近に停車する。イオン南口バス停は、イオン南側の道路上、名鉄竹花線踏切より300メートルほど、西側に、イオン屋内図店バス停は、イオン屋内図店敷地内駐車場を、北側付近に停車する。ながら、うかいバスながら、うかいバスとは、ながら川北岸のながら、ながら東地区を巡回し、名称は、 地名のながらと、迂回を合わせたものである。車両は、日の、ポンチョが使用されている。2010年9月1日から、試験運行が実施されている。2012年4月に、本格運行開始。かつては、右回りと左回りで運行されていたが、2015年2月15日は、右回りのみになっている。アクタミ、イワッコバストは、2012年9月から、 試験運行が実施され、2014年4月から本格運行開始。岐阜市北東部の芥田県地区、岩地区で運行されている。当初は多摩数日は、芥田見地区、奇数日は、岩地区で運行であったが、2015年2月15日に大幅に見直され、芥田見地区と岩地区の路線が統合され、毎日同じルートとなった。ただし、便により、 運行ルートが異なるため注意が必要。2021年現在、8便が運行されているが、便ごとに、ルートが異なる。大きく分けて、芥見地区が2区間、岩田、岩田坂地区が1区間、諏訪山地区が1区間となっており、この4区間の組み合わせである。都合、赤富地区を、A 区間、B 区間、岩田、岩田坂地区を、C 区間、諏訪山地区を、 D 区間とすると、となる。この4区間を組み合わせて運行する。片県アジロバスとは、かつて、岐阜市北西部の片方地区、アジロ地区で運行されていた路線である。2012年10月より、失権運行開始。かつての岐阜バス廃止路線の代替バスである。かつてこの地区には、岐阜駅から、岐阜バスが運行されていたが、2012年10月1日に、廃止。 片県アジロバスはこの路線の一部を急遽受け継いだものである。その点では他の岐阜市、コミュニティバスと開設の経緯が異なり、運賃設定も異なる。本格運行に移行することなく2020年5月に運行を終了した。同年6月からは事前予約制の宝剣アジロ地区デマンド型乗り合いタクシーに変更される。 2017年4月1日よりルートを統合した。運行終了まではこのルートで運行された。統合以前のルートスマイルバスとは、岐阜市北西部の三里地区、本庄地区で運行されている。2013年9月より、試験運行。2015年2月15日に一部ルートを呼び、停車場を変更。同年4月に、本格運行開始。三々バスとは、 岐阜市北部の常磐地区、佐欺山地区、長良西地区で運行されている。2014年9月より試験運行。2015年2月15日にルート変更。2016年4月に本格運行開始。ただし、2015年2月15日改正では運行しないルートもあるので注意。厚み、赤根部ぐるりふれあいバスとは、 2015年2月15日の改正で触れ合いバスから同盟バスとの区別のために改名している。2014年9月より試験運行開始。岐阜市南東部の赤根部地区、厚見地区で運行されている。2016年4月に本格運行開始。試験運行の当初は名古屋鉄道名古屋本線議南駅を起点にして巡回するルートであったが、 2015年2月15日の改正で大幅に見直され、バローアカネブ本郷と JR 岐阜駅南口を結ぶルートに変更。笠松町を経由しなくなった。日ノッコバストは2015年9月1日から試験運行が行われ、2016年1月15日にダイヤ改正を実施。2017年4月に本格運行開始。 岐阜市東部の日野地区を循環するが、ながら、長森地区にもこのバスのバス停がある。右回りのみで、ルートは一周は、およそ48分。1日7便で、毎日運行される。長森ふれあいバスとは、2015年9月1日から、試験運行が行われ、2016年1月15日に、ダイヤ改正を実施。二千十七年四月に、本格運行開始。 岐阜市東部の長森北、長森西、長森あずま地区を循環するが、日野地区にもこのバスのバス停がある。左回りのみで、ルート一周は45分ほど。平日と土曜の1日急便が運行され、祝日は運休。なお、途中の前一式東バス停について、岐阜バスにも同じ名前のバス停が存在するが、双方のバス停は400メートルほど離れている。 ワンドアタイプの日のポンチョが使用されている。2016年9月に7号、木田地区で試行運用開始。2017年5月1日に毎日運行でのダイヤ改正を実施。2018年4月に本格運行に移行。岐阜市北西部の木田、尻毛、川辺、また丸、西海田、7号地区を循環する。右回りのみで、ルート一周は1時間。 毎日6便運行。二ドアタイプの日のポンチョが使用されている。2019年9月に、岩、野田、岩の滝田地区で、試行運用開始、山形市内に乗り入れる。岐阜市、コミュニティバス運行についてから参照。ありがとうございます。